ガール・ビベロスは、パラグアイにン・ブクケンセリート出身の、元同国代表サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。クルブ・ソルデ・アメリカからデビューし、エベル・ウーゴ・アルメーダの指導を受けた。2001年にクルブ・リベルタに移籍し、2002年には24年ぶりのリーグ優勝を果たし、2003年にはリーグ連覇した。2004年。 アルゼンチンのニューウェルズ・オールド・ボーイズに移籍し、2004、アペルトゥーラでリーグ優勝し、アルゼンチンの報道陣から年間最優秀選手と、みなされた。2004年にはパラグアイ最優秀選手にも選ばれた。2008年夏、スペインのレアル・バリアドリードに移籍した。シーズン序盤は、セルヒオ・アセンホの控えだったが、12月7日の、CA をサスナ戦でデビューし、 三ヶ月半の間、レギュラーとして出場した。シーズン終盤は再び、アセンホがレギュラーを務めた。アセンホがアトレティコ・マドリードに移籍して迎えた2009から10シーズンは、ヘタフェ CF から復帰した、ハコボサンスの控えとして、開幕を迎えたが、7節までに16失点したハコボ、の代わりに8節からゴールを守った。しかし、 2010年3月28日に行われたシェレス CD 戦で退場処分を受け、その後は箱ボにポジションを再び譲りチームも最終節の FC バルセロナ戦で大敗して2部に降格した。2011年エストゥディアンテスでラプラタに移籍した。2013年クルブナシオナルに移籍した。2017年7月19日。 CSD コロコロからクルブナショナルに復帰することが発表された。1997年に FIFAU-20 ワールドカップに出場した。パラグアイ代表として2001年、2004年、2007年の3回のコパリーベルタドーレス、2002年と2006年、2010年の3回の FIFA ワールドカップに出場した。2006FIFA ワールドカップは、 政治家として大会を迎えたが、初戦のイングランド戦で開始8分に負傷し、その後の試合に出場できなかった。2010FIFA フフワールドカップ南米予選には18試合のうち17試合に出場した。本大会でも政治家として出場し、ゲームキャプテンを務めた。初戦のイタリア戦では1失点を喫したものの、その後は、 安定した守備で無失点に抑え、チームの首位通過に貢献した。決勝トーナメント1回戦の日本戦でも安定した守備で PK 戦の末、勝利し、準々決勝のスペイン戦では、シャビアロンソの PK を止めるなど、存在感をアピールし、試合は敗北したもののパラグアを初のベスト8に導いた。 引退試合として招集された2018年6月12日の日本戦に先発出場し、前半12分に交代した。この試合で代表を引退し、代表歴代2位となる通算120試合出場を記録した。ありがとうございます。